皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。ムキュムキュ。さあ、本日なんですけども、朝起きてなんとなくぼーっとしながら水をバッつって飲んで、で登録チャンネルのミヤボーの動画なんとなくチェックしたんですよ。そしたら近畿の5区でルシファーが強いよっていう動画出してて、19でも使えるよみたいな感じで、でなんとなくルシファー強いんだってぼーっとしながら、で間違えてルシファー4に入って、まあ、なんとかクリアできたんですけど、すげえグダって、でクリアしたら近畿 EX の刹那が来てしまいました。間違えてルシファー4で近畿 EX にチャレンジする男、ここに爆弾。さあ強いのか弱いのかも分からず、ひょっとしたらステージ1で死ぬかもしれない人も覚えてねえし、近畿19の裏のさやつ、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。懐かしいな、このバリアな感じ。あ、強っ。あ、ここはリアクション、まさか。ちょっとね、19はグダったんだよね。結構グダったんだよね。意外といける。あれ強いじゃん。減速壁では来ないよね。あ、え、嘘。ちょっと待って、これ楽勝まさか。え、これ刹那運極楽勝これ。あ、やばいかもしんない、これ。大丈夫か。あ、なにこれ。え、嘘でしょ。ちょっと待って待って、超短い動画になっちゃうじゃん、ふざけんなよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、何これ。防御ダウンしたでしょ、これ。立てかしたらどうなの。ジャッジ。あ、そうなんだ。いや、舐めすぎでしょこれ。このルシファーとかいうキャラ舐めすぎだろこれ。今こんな時代なの。めちゃくちゃ酔っちゃうんじゃん。まあ余裕ってことも、めちゃくちゃ余裕じゃん。やっと SS も使えるんだったな。何これ、何これ。え、そう、こんなもんなの今。え、もう SP 飛んでんじゃん。防御だろ、防御だろ。あ、しないのか。あ、しないのか。あー、なるほどね。あー、復活はすんのね。復活すんのねっていうか、これもう適当で倒すんじゃないの。ちょっと待って、いやいやいや、ちょっと待って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 、なんだこの難易度。刹那はEX ステージが出たらさ、まあ、そのまんま挑まないといけないじゃん。ちょっとワンチャンやべえかなと思ったけど、ダメだこれ。これ何、何分でクリアしたとか出んのかな。最近あんま見れないんだよね。何分クリアだこれ。あ、ラック1で。あ、今22なの俺。何分クリアか分かんねえわ。前から出なかったっけ、クリアタイム。ちょっと早すぎたから、最後せっかくなんでこの天魔の古城ガチャ引くわ。いやいや、ちょっと待ってよ、強いわルシファーは。まだ強いわ、まだ強いとか当然なんだけど、ちょっとルシファーのさブームちょっと過ぎてな。話題性で言うとさ、もうみんな騒ぎすぎて、もう擦らないじゃんあんまり。でもやっぱ強いな、やっぱり、やっぱり強いわ。あ、打ち出の小槌ね。打ち出の小槌さんは、じゃあ混ぜますか。え、あ、打ち出、小槌さんは、誰が一番いいんですか ?65 歳から70歳ですか。はい、ちょっとよくわかんない、あっという間に終わってしまったんですけど、近畿 EX 刹那ルシファー4、簡単すぎました。クソ動画でした。バイバイ。